悔しかったです。食べてみや庶民ご飯あるある、マルカム製麺。うわ、僕の財布の中500円しかない、どないしよう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 。忘れとった、庶民の味方マルカム製麺には1日釜揚げうどんがまさかの半額なんですよ。あとアプリ使えば柏天ぷらが無料。やばい、こんなボリュームいっぱいで500円もかかりません。470円釜揚げうどん。庶民の味を知らない金持ちお疲れさん。